強制的に話しさせたりとかはありますか？レシーブの皆さん、おはようございます。本日皆さん紹介したいのは、どうやってその対人恐怖症があるのに、その強制的な口実を乗り越えるというの方法なんですけれども、早速頑張りましょう。僕は昔はずっと、まあ誰かの強制的に話しかけたり、自分はそれな、なんか、まあそのね、合間を飽きるというのは、ずっと恐怖が抱いてるから、これは変だなって、空気読まないというか、まあそれが思ったからこそ、まあ自分自身がなくなった。で、自分が自身になったの時点では、僕はガキプチになった。そのガキプチの状態、僕は、自殺未遂までに至ったんです。で、その自殺未遂の当初、僕は自分のコーチを見つかって、で、そのコーチは僕の対人恐怖症対策、怠慢対策など、いろんなものを本当に紹介してくれて、もう本当に感謝で、だから現在は、その同じく対人恐怖症を脱出させる700万人の自分の使命にしたわけです。その使命にしたわけからこそ、最初、もしあなたは対人恐怖症を抱いている方は、最初こちらの動画を見てください。そして、もしあなたは、現在誰も相談に乗ってないというのパターンだったら、自分のも相談窓口は全然受け付けますので、いかがでしょうか。それはできるのは、僕の、まあ、直接に DM か、下の概要欄で自分のウェブサイトにもクリックして、その自分とのスケジュール、コールをスケジューリングしてください。では、早速本日の話題に参りましょう。あなたは本当に、誰かのすごく話すときには、自分は対人恐怖症なのにみんなは話して、みんなは話すのに自分が話したくないというのは、でも話すというのは強制的の口述というのことですね。その強制的の口述はどうしてその起こるかというと、我々はその合間を開くというのは恐怖を抱いているからです。自然から。その流れをコンバゼーションね、そのコミュニケーションというのを、会話というののものを、その流れをちょっとね、遮断させるというのは、みんなはそれを気がするということですね。でもコンバゼーションというのは、コミュニケーションの中でも何が一番大事かというと、デコボコですね。本当にコンバゼーションは普通にさーってじゃなくて、一番いいコンバゼーションはジェットコースターのようなものです。ジェットコースター。そのジェットコースターになるからこそ、それは面白い、楽しいになる。そして、あまりみんなが使わないというのは、合間を開くということです。合間を開くからこそ、それはいいダイナミックに入るよ。いいダイナミックにつながるからこそ、これはダイナミックじゃなくて、自分を牽制をもらいます。昔の、ネルソン・マンデラも、まあ、多分ね、数年間に亡くなったの人なんですけれども、彼もすごくリーダーだったんで、で、彼もどうしてはそのリーダーになったかこそ、自分の父親は前にもリーダーだったんで、自分のトライブのリーダーだったんで、そのトライブのリーダーだったからこそ、何が起こったかというと、どうしてからはそのリーダーになったかというと、彼の父親はいつも最後で話したから。つまり、すべての話を聞いて、後で話す。後で話すから自分は危険性が上がる。その危険性が上がるこそ、自分のもっと強く力になるということですね。そして、もしみんなはこの、まあ話、バーバーバー話すという時には、自分も昔ながらずっと話して、もう、ピーパーピーパーと話したんですけれども、それを話すというのは、どうしては人は多く話すかというと、まあ外交的のも関係ない。外交的の人は、自分自身に不安を抱いてるからずっと話してる。で、その自身との不安を抱いてるからこそ、その話でそれを紛れる。紛れるからこそ何が起こるかというと、自分の現実から離れる。しかし、あなたはあえて合間を開くと、あなたはその現実を彼らを戻せる。彼らはその一番を襲っているというのことです。現実に戻せる。彼らの会話のためには、現実逃避に過ぎないです。
現実の通数に過ぎないです。だからこれを本当に使った方がいいだと思います。ネスマンテラだけじゃなくて、あとはあのエカトリというの人ですけども、エカトリはね、ものすごく今にいるというのは彼の実際の力です。今にいる彼の話し方を見たら一目瞭然。彼はね、話で途中で合間を開く。みんなはおかしいと思ってるんだけど、でもそのおかしいを持ってるからそう現実に戻れる。みんなはだから彼はすごくその現実に集中できるということです。その現在に集中できる。でその現在集中できるのは話すではなくて合間を開くことです。そうするとあなたは自分の人生にもコントロールできる。そしてリシェッパの皆さん、僕はこちらの動画毎日本当にアップロードしますので、もしよかったら明日のテーマなんですけれども、友達の一番の作り方ですけども、誰でもできるの作り方ですけども、もしそのね、浅いの関係ではなく不快の関係を欲しいの人は結構いるんですけども、特に対人恐怖症者なんですけれども、こちらのチャンネルにパチンと登録してください。そして通知ボタンにも押してください。もしこの動画はね、なんか価値があったら高評価もお願いいたします。自分のものはシェアのケア、つまり、配りは世話ということですね。配りは世話。物を配ると世話になるということですね。だから友達にもシェアしてください。このチャンネルなんですけれども、の大体の課題は、自己啓発や、または心理学様々なものを使って、それパチンと与えて、で、そっから、対人恐怖症対策、対魔対策などを、すべてを、ちゃんとシェアしますので、Facebook マーケティングにもちゃんと紹介しますので、あなたも次のレベルに上げたいから、Facebook マーケティングにちゃんと、ね、説明しますので、その間で、こちらの2つの動画、ご覧ください。では、次の動画で。